はじめに東京オリンピックと事前合宿の実施国との合意についてを発表いたします。本市ではかねてから東京オリンピック事前合宿の誘致活動を行ってまいりましたが、この度本市と相手国水泳連盟双方の合意が得られたことによって実施国が内定しましたのでご報告いたします。実施国はスイス連邦であります。実施競技は水泳競技のうち競泳、飛び込み、アーティスティックスイミングの3種目となります。スイス連邦の水泳連盟は6月上旬に担当者が本市視察を済ませ、現在は覚書の締結に向けて調整を進めているところで、秋ごろには調印できる見込みとなっております。また2020年のオリンピック事前合宿だけでなく、2019年の韓国の韓州で開催される世界水泳選手権大会の事前合宿および2021年に福岡市で開催される世界水泳選手権大会の事前合宿についても本市で実施する運びとなりました。スイス水泳連盟また駐日スイス大使館からは市民等との交流についても積極的に実施したいとのありがたいご意見もいただいており、スポーツの交流だけにとどまらず文化教育等においても交流ができるよう関係各所と調整してまいります。また内閣官房が進めておりますホストタウン登録につきましても現在準備を進めており、調整がつき次第申請手続きを行ってまいります。なお以前から誘致活動を実施しておりますハンガリーに関しては4月の視察受け入れ以降春合宿について交渉しているところですが、現在発表できる段階には達しておりません。引き続き交渉を続け、結果が分かり次第発表させていただきます。